こんにちは。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。さて今回は大ちゃんとドリキンがやらかしただとお送りします。ビデオオプションのキングオブレジェンドのこのお二方、ドライビングスキル、経験、度胸、どれをとってもレジェンドと呼ぶにふさわしいものを築き上げてきたことは誰もが認めるところですが、彼らは決して神様ではない。だから時にはミスることだってありました。今回の動画は今更お二人は見たくもないでしょうが、これもビデオオプションの歴史とした名場面、そういえばこんなこともあったよなと懐かしみながらご覧ください。それではどうぞ。大ちゃん、タイヤを温めるためマシンをスラロー。あの、使用。あ、危ねえ。危ねえ。行き着く前に。怖いな。まずは発売開始から2日しか経っていないバリバリの新車のスープラを大ちゃんが矢田部でスラロームテストした時のこと。やってもうたですね。いやー、驚きですね。そのままずーっと直線でしたね。いやいやいや、これはそうですけども、スタッフの平岡さんの表情もかなり怖そうですが、この時の心境はどうですか？この時はですね、車が見えなくなってしまってですね、うちの車はどこ行ったというような、もう頭の中真っ白。ああ、嫌だな、怖い。さあ、緊張のシルエットフォーミュラ試乗、ついにゴーゴー覚悟を決めたらしい。大ちゃん、スピードセンサーがイカれてるから怖いんだよね。それが心配だ。全開にしてブーストが来始めたらスロットル戻してほしい。急に怖くなり口数が少なくなる。踏みたくても踏めないもどかしさで、ついにゴーゴーが行かれた。システムミス、ちょっとシステムミス。やっぱりやらかしたこの男。ただいまの状況をフルリプレイでどうぞ。すげダメだ、首だな。
てるよ。さらに加速のスマシンは悠々と300キロオーバーを記録。しかもゴール地点を過ぎてから先に待ち受けるのは大きく曲がったカーブということは、曲がったことが大嫌いな大ちゃん、でもカーブは曲がらないとこういうことになっちゃうよ。あれじゃない、あれないんじゃないの、行って困るって。困らないよあれじゃ全然。いやオッケーオッケー、富山さんあれじゃないでしょ、行っても手間になってやっぱりあれじゃ止まらないよ、ごめんね。いや、行っとってノーカーボン。いや、ごめんね。いや、大丈夫。あれじゃ止まれないねって。道は曲がってるのに車が曲がってないということは当然コースアウト。ブイオクトスピード。朝一番なんと突然おじさんが模範走行すると言い出しました。ああ俺はお前 D1 じゃって村はやんねんけど、イカ天ではバンバンやんだよ。いいから早く行こうよ。社長見てろよ。いいから早く行こうよ。これは何年まで使ったの？2001年でチャンピオン取りました、これで、うん、で2002年も出ました、うん、そこまで。2002年も本当はもう使わないはずだったの、うん、HKS ワークスとして出るはずだったんですよ、うん、2002年はブリッツに続く、うん、もうあのワークス体制として、そうそうそう、イメージ HKS のワークスドライバーとして出るんですけど、そうなんと、うん、その HKS の車をね、ある方がぶっ壊したんですよ、日光で。土屋さんでしょ。知ってますよ、うん、もう有名な、うん、必ず関わってくるね、すべてに。あられたの歴史の中に、うん、全部土屋さん入ってくるね、やっぱり。それはもう、あの僕らの大先輩の、ね、あのね、本当すごいね、そこはね、あの雑草界のもう恩体ですから、うん、そうですね。開会式から波乱が起こる。新たなる C サタン、はい、まずこの紹介からよろしくお願いいたします。Alright, first up, not only is he the head judge, he is the king of drift. Ladies and gentlemen, I present you, Keiichi Tsuchiya. サーブライクラッシュ！いきなりのクラッシュ！これは予想外な展開！今日の一日を占う！これが D1！ ものすごいこと！土屋圭一&稲田大二郎！いや、悲惨な状態、土屋圭一&稲田大二郎、バカだこの人たち。ものすごい演出じゃないんですよこれ、多分。言ってんだよ、言ってんだよ。これちょっと予定通りだよね。昨日あれだけ、はい、選手を煽っておきながら、おきながら稲田大二郎と俺が何かやらなきゃ始まらねえだろう。失敗したんじゃないですよね。大失敗。今若干ですね、コースの修復に入ってますね。なんかぶつけたバカがいるな。体張って見せるのもいいんですけどね、うん、そこそこにしといてくださいねこれね。お前さん、さっきねあそこで事故があったんですけど、取り締まってもらっていいですか。何あれ、当て逃げたわけ。あのね、当て逃げしたの、うん、壁壊してガードレール曲げてそのまま逃げたんですよ。いけないわ、ちょっと早速捜査に行ってくるわ。